おはようございます。こんにちは。こんばんは。マイスです。今日するのは芥川賞予想。はい、それでは芥川賞受賞作予想していきたいと思うんですけれども、今回の作品たちは全部難しかったですね。なかなか評するのは難しいなっていうのはたくさんあって、鈴木すずみさんだけ2回目の候補で、あとは初候補ですよね。なんで前回の高瀬淳子さん受賞した時と同じような状況やと思います。で、全体的にこう主題が難しいやつもあって、これは何をテーマにしてるんやろうみたいな、なかなか分かりづらいものも多かったんですけど、まあ、その中でやっていきたいと思います。ちょうどね、いろんな YouTube で本紹介する人たちが直木賞予想とか芥川賞予想とか上げ出してる頃やと思います。で、それぞれの作品の、まあ、あらすじとちょっとした僕の中の見解みたいなのは動画すべて上げてますので、そちら見てもらったらいいかなと思うんですけれども、その中で私の受賞作予想は、まず大本命が鈴木すずみさんのグレイスレスにしたいと思います。これはあれですね、その宗教とアダルト業界、まあ、そこで働く人たち、そこに関わっていく人たちで、社会からのその見え方みたいなのをうまいことこうリンクさせて書いてるんかなっていうのがあって、なかなかこの社会通念的には裏の仕事、ね、黒目の仕事っていう風に言われてるアダルト業界の中を描いてるんやけど、その中の文章表現がものすごく巧みだったりとか、綺麗にそれを美しく書いてるような感じがあったので、そこに他とは違う文章の技術みたいなのがあったような気がするので、これをしたいと思います。で、次に対抗ですが、対抗は井戸川射子さんのこの世の喜びをにしたいと思います。これは二人称であなたって書かれてるんですけど、このあなた、主人公のあなたと出会った女の子に対するあなたがこう合致していくような感じで、その中のこう母親やからこそ大人になるために受け入れていかなあかんかったもの、そぎいろんなものをそぎ落として大人になっていった自分と、でまだ幼さというか大胆さの残っている少女との対比で、その少女の家庭とその主人公の家庭の、まあ、こう親子関係のこう対比みたいなのがあって、それがそのすごい切実さを感じたので、対抗にしたいと思います。やっぱり文章もめちゃめちゃ読みやすいし、読みやすいのにいろいろ考えさせられるセンテンスというかワードというかこうポンポンって入ってくるので、読んでて食らいましたね。で、この人の作品は結構その題材というか、まあ、登場人物というか主人公とか登場人物の設定をしっかり書いていく人やと思うので、そういうこうヒューマンドラマ的な登場人物のこう内面をこう知っていくっていうところでは本当に面白い作品やと思います。で、穴馬って言ったら割に大穴があるとすれば安藤ホセさんのジャクソン一人かなというふうに思います。で、これ聞いて分かる人は、あ、こいつやってんなって思うと思うんですよ。っていうのも1月の16日の晩に豊崎由美さんが生放送したんですね。芥川賞直木賞受賞作予想の生放送をしたんですけど、丸かぶりしてます丸かぶりしてるから、あ、こいつやってんな、豊崎由美にインスパイアされたなって思ってると思うんですよ、わかる人は。でもたまたまな、ほんまにたまたま丸かぶりしただけなんで、まあ、こんなん言うたとて後から動画出してしまったがゆえに言い訳にならんのですけど、たまたまなんですっていうことを信じてもらえたら嬉しいなと思います。私と豊崎さんの感性が似てたっていうだけの話ですので、お許しください。こういう動画って早出さなあかんねなと思いますよね。ほんまになんか早出したもん勝ちやなと思いますよ。大手も外れてもなんか早出したから許されるみたいな感じでありますもんね。なんか誰かが言うてたやつにこう乗っかった感やっぱりどうしても出てまいりますから、寂しいというか残念というか申し訳ないというか恥ずかしいというかいろんな感情がありますけど、私の予想は今回これでいきたいと思います。大本命が鈴木すずみさんのグレイスです。そして、井戸川射子さんのこの世の喜びを、そして大穴で安藤ホセさんのジャクソン一人ね、これでいきたいと思います。ただ他のグレゴリー・ケズナジャットさんの開墾地であったりとか、佐藤敦史さんの荒地の家族、これらもものすごく素晴らしい作品ですし、これを本命に挙げている人たちもおられますから、それぐらい本当に予想するのが難しかった候補作5作やと思います。全部素晴らしかったけど、その中で私の好みはこの3つだったよっていうだけの話ですから、それが素晴らしい作品を撮った作品とかそういうのではないっていうのだけご理解いただきまして、そして僕は豊崎由美にインスパイアされたわけではないよっていうことをご理解いただきまして、今日はここまでにしたいと思います。それでは受賞作発表会楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。